どうも、伊集院光でーす。そして、僕の前にいるのが、だいぶ、河野和夫です。そして、どうも、お天気の、全く沼田です。僕はこれで考えなくやりましたけど、皆さんは何ですか？ちょっと待って、僕はなくなんですよ。僕は変な声で喋ったら面白いかなと思っただけですけど。そうなんですよ。誰かのモノマネだと思って。誰ですか？じゃあ、だとするならば、河野さん誰だと思ったんです。ずんの伊集院、伊集院ってんの。伊集院ってんの、ってんの。しかも誰ですか？僕、森進一。俺、森進一やろうとしてると思ってお前もやったの。僕は森進一で、はい。あ、何？じゃあ今のさっきの俺、再生も不可能だけど、はい、ね。まあ、ポッドキャスト撮ってる人は頭戻せば、俺のやったやつを、あ、伊集院さん、はい、下手なりの森進一だなと思って、はい、俺もやろうと思った。はい。エヴァとはこの二人の、まあ、森進一を見てどう思ったの？僕は、花からドラえもんだと思ってたんですけど。伊集院さんがドラえもん。大山信代さんと水田わさびさんの間にいた、はい、モテギ太郎の、モテギ太郎のやったドラえもんだと思って。いたんですよ、間に。あ、だいぶ短期間で。もう一回目、大不評ですよ。大不況。あ、そうなんですか。いたんですね、はい、大体、セリフ3つのうち2個は決闘途中でしてるっつって。僕、ドラえもんですって必ず言ってるからっていう理由。あ、それは最悪ですね。あ、僕はただ、変な声でやったらどうだろうって思って。ちょっと紛らわしいですよ。そうなんですよ。いや、ほんと紛らわしいですよ。いや、僕は小学校の時に、小学校入る1年前だから、年長さんの時におじいちゃんが死んで、はい、その法事の時にも、はい、面白い声を出したら、みんな喜ぶと思って、はい、まあ、親にぶん殴られてますから。そういう意味では、もう一途ですから。変わってないと。とりあえず面白い声出してみる。売れてないな。喫水ですね。はい、そんな中、はい、ね、今日河野くんが選んだ、うん、トークテーマです、はい。ラジオネーム闇内さん、山形県の方ですね。うん、昨今ちょっとしたモノマネブームですが、伊集院さんが一番好きなモノマネ芸人は誰ですか？うん、僕はノブ&フッキーです。ノブ&フッキーさんがすごい面白いと思ってます。はいはいはい。ノブ&フッキーさんがすごく面白いと思ってるんですけど、うん、なんつうんですかね。モノマネ芸人さん全員そうなんですけど、はい、上手に追っつけて内野の頭越してるなっていう時と、はい、今日なんかわかんねえけど、はい、切れてんなこれっていう時とあるじゃないですか。ノブ&フッキーさんは割とわかりにくいんですけど、はい、たまになんかものすごい面白い徳光さんやってる時、ものすごい徳光さんと、はい、そうね、堀内孝雄さんからの徳光さんみたいな流れの時に、これはすごいことなってんなっていう日があって、はい、そういう日は正座をしてみることにしてます。あ、もう、そんな。敬う感じで。はい、敬う感じを してます。はい、はい。だから、なんでしょうね、うまく言えないですけど、ノブ&フッキーさんの、例えば営業を見たいとは思わないんですよ。うん、営業は多分ちゃんとアベレージで面白いはずなんですけど、うんうんうん、なんかこう、ノブ&フッキー、なんか俺ノブ&フッキーさんっつって。結構言ってますね。なんかノブ&フッキーさんが、はい、日テレの深夜とかに大勢モノマネの人がいる中で、なんかわかんないけど、ポーンと弾かれて出て、そこでやったとか、そういう時に、スコーンとハマった時に、あ、いいなぁ、ノブ&フッキーは。思います。河野は？僕はやっぱコロッケさんですね。そうですね。別格コロッケさんも、ホームランガンガン来てる時のコロッケさんあるでしょ。あります、あります。俺だってコロッケさんが被災地に、行かれた、割と早々に被災地に行かれた時の VTR 見て、俺落ち込んだもん。神様いたと思って。こんなところにお笑いの神様いたと思って、何なのこの感じと思って。いやね、コロッケさんは。ぼんやり光ってたよね、コロッケさんの時に。じんわり光ってた。そこまで、ごぼう。お前見てないの？僕見てないです、それ。パックだな。もうなんかさ、真っ暗の停電してるさ、はい、その避難所みたいとこ行ってさ、はい、懐中電灯で顔照らしながらさ、はい、千秋行ったら、千秋直美の顔をみんな知らなかったりもするんだよ。そうですね。もうみんな全然知らなかったりするところに、はい、千秋直美、三河健一あたりをやりーの、はい、みんなが撮ってるその、割と至近距離で撮ってる写メとか、もう反応せずに、はい、なんかこう、ゆっくり自分のペースでネタをやってはいろんなとこに行ってます。すごかった。何なんだろう、コロッケさん。何なの、コロッケさん。いや、なんかもう。あれ、コロッケさんっていう病気なんじゃない？もう、ね、いや、コロッケさんっていうウイルスなら、俺にも感染したいぐらいの。もう、本当に、
すべてが、うん、もうすべてモノマネのために生きてるような。あっていうかなんかね。なんか。モノマネでももうないでしょ。ないんですよ。もはや。もうジャンル。ジャンルがもうコロッケっていうジャンルっていうか。コロッケっていうジャンルですね、本当に。ジャンルでしょ。モテギ太郎のモノマネだってコロッケが相当面白くあると思うよ。はい、変な話。で、モテギ太郎側が合わせればいいじゃん、もうそれ自体は。寄せてくんですね。寄せてくんだよね。で、コロッケさんも、やっぱり来てるコロッケさんと、はい、その、なんか職人としてまとめてるコロッケさんってあるじゃん、はいはい。職人としてまとめてるコロッケさんって急に水商売集するじゃん。しますね。急にショーパブ集するじゃん。ギャグという、ギャグ要素をちょっと。すごい、なんかその、はい、いわゆるベタな客いじりみたいなやつすごい出てくる、はいはい。ああいうんじゃない時あるじゃん。なんかわかんないけど。ね、神が、やっぱりコロッケ、ケ人が、なんかその、舞い降りてる時も。僕、好きなのは、森進一さんが、怪獣になったらっていうネタがあるんですけど、もはや、ティラノサウルスみたいなやつだよね。もはや、ボヘーっていう、もう最初から、ボヘーって言ってるやつが、もうなんだよ、それっていう、もう、ボヘーって最初から言ってるコロッケさんだけでもずっと両足で飛んで、なんなのかね。もう、すげえな、この人と思って。だから、なんか、その、俺ら、その、コロッケ論、はい、コロッケ学を、はい、コロッケさんは逆に先行してないからね、コロッケ学をね。そうですよね。変な話ですけど。オリジナルですから、はい、そういうことじゃないですか。はい、俺たちコロッケ学を、その、はい、かなりこう、論じてきた人間からしてみると、うん、これ本当にコロッケさん、芸人の先輩としてのコロッケだけは言えませんけど、はい、あのコロッケさんがすごい練習してきたなっていうやつをやり遂げた顔とかじゃないんだよ、はい、でもなければ営業とかちゃんとお金をもらってお金をもらった分だけ笑わしてるとこじゃなくて、はいはい、なんかコロッケさん今日ぶっ壊れてんじゃねえのっていう時のそうなんですよ。あの感じだよね。ぶっ壊れてる時の凄さというか、もう他の追随を許さない飛び抜け方がすごい。あとそのネタ最初に見た時、俺やっぱりね、沢田研二さんのモノマネやる時の、はいはい、おー、プリーズって言った後に、はい、急にだよ。もう今でこそもう普通になってるけど、はい、急に、はって笑うやつ、はいはい。もう最初見た時に、やばいと思ったもん、俺。転げ回ったもん。なんだろう、この場で絶対やっちゃいけないこと。はい、いけない。そうですね。で、むしろ、コロッケさんの影響を受けてみんながあれをやり出したそういう量は、間の崩し方とかを。とかをやるようになって、ね、もう似てる似てないじゃん、スタンダードのみたいな。あれ気づきますからね。変なし、歴史の教科書に、絶対コロッケ以前、コロッケ以後って絶対。いや、絶対あると思いますよ。そうです、ね。いや、ほんとあると思いますよ。ほんとあると思うよ。コロッケさんまではみんなに、似させようとしてたもんね。そうです、そうです。まあ、あとごめんね、やっぱり捨てらんなら松村くんなんだよね。松村さんも面白いですね。サラリーマンカエル太郎っていう。え？カエル太郎？俺これ今でも覚えてんだけど、はい、松村くんとビールの CM 出たの。石塚さんと松村くんと俺で。で、その待ち時間がすごい長くて、はい、ほら、あの人は自分で自分を制せない人だから、はい、ずっと、あの人うるさいって殴られて、もううるせえよって、はい、まあ、名前出しませんけど、その、ロケバスの中で、はい、その時はまあ別のロケの時、はい、ロケバスの中でずっとモノマネやってて、はい、うるせえよって言われて、ネタを変えるっていう、はい。それじゃねえよっていう。別にネタの種類で怒ってんじゃねえよっていう。大御所にうるせえよって言われて、ネタの種類を変えたから。それぐらい正解。そういう人なんだけど、はい、それがもうあまりに CM だから長いから、はい、もうやることがなくなってくるわけ、はい、どんどんネタも。はい、ほいで始めた、とっておきだって始めたカエルのモノマネってのがあって、まあ似てんだけどさ、はい、でもカエルのモノマネって逆にモノマネ芸人の仕事じゃねえじゃん。うん、そうですね。江戸屋の仕事じゃん。そうですね。江戸屋の仕事じゃん。はい、もしくは、江戸屋ファーロングの仕事じゃん。江戸屋ファーロングさんは知らないですけど。で、はい、さあそれで言うにこと書いて、サラリーマン金太郎みんな飽き始めた頃に、サラリーマンカエル太郎して、おい金太郎スタートにケロ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 って言ってたんだ何それ津川さんの後に、うん。津川さんが、ぶっ壊れちゃったみたいな。津川さんすごい一生懸命喋るんだけど、ちょっと間を置いてカエルがケロ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 って言うだけなの。でもそれ見えてくる映画、津川さん壊れたって絵なわけ。だってもうリアルな、もうその、アマガエルに対して、金太郎金太郎ってずっと言ってるから。あ、もうそうですよね。もうすごくてさ、あのか、松村くんのあの、ネタ面白いのいっぱいあるけど、
そん中でも俺サラリーマンカエル太郎はもう忘れらんないね。まあ、それってどこでもやってる？やってないと思うんだよ、ね。やってないですよね。それ今もで、その時になんかいろんなやってたから、それ織田信長の俺ら日本みたいなやってたんだけど、はい、そのやっぱりカエルと、もう真剣な津川さんと真剣なカエルの会話は、まあ、珠玉だけどね。ブラックホールみたいな顔でやってたよ、あの人もやっぱりその、やっぱりあの人も松村邦弘っていう、なんかちょっと、そうですね、スタイルのある人だよね。本当に。エバトは僕あのやっぱモノマネ四天王とかをこうやっぱちっちゃい頃見続けたんですけど、今やっぱあの若い人というかあのミラクルヒカルさん、はいはい、ミラクルヒカルさんのモノマネは本当すごいなと、ミラクルヒカルさんのさ、はい、浅野敦子のモノマネがあるんだけどさ、はい、浅野敦子のモノマネの中で俺すごい好きなのがあって。はい、神話の朗読ってのがあるの。で、浅野敦子さんって実は、すごい地味な活動として、年一ぐらいで、神話の朗読をやってるのね。で、そのことも、普通みんな知らないし、俺もたまたま見たワイドショーで見ただけなんだけど、その神話の朗読を切り取る意味がわかんないんだよ。なんかね、有名な場所ありますもんね。あるよね。あの人のあの、なんだろう、浅野敦子と、まあ、オセロとかのモノマネもうまいんだけど、はいはいはい、なんだろうね、やっぱり不安定な時が面白いんだよな、ちゃんと、じゃあ次これやります、これやりますってやってる時は、うん、そんなでもないんだよね。うん、やっぱりモノマネ芸人の人の俺はやっぱり好きなところはそこなんだろうね。似てる似てないとかじゃなくて、うんうん、なんか今この人おかしいっていう。人の名を借りて。何かを発散してる。おかしいよねっていう感じ。そういう時ありますよね。なあ、まああと堀くんとかもそうなんだからな。だから堀くんとかが落ち着いてやってる時はどうでもいいんだよね、なんかね。堀くんがなんか、その、武田鉄矢さんの真似で、なんか他の人の歌歌ってるみたいな時の、そこに生じる武田鉄矢さんの嫌な感じとかがすごい、すごい好きなんだよね。それって今、モノマネをやってるっていうことで全部許されてるけど、基本悪口なんで、それみたいなところは、すごいいいね。あと誰いる？まあ、最近野球で一緒になる、ヘイタクちゃん。タクちゃん。ヘイタクちゃんの感じなんだけど、いいピッチャーなんですよ。あ、そうなんですか？で、面白いんだよ。ヘイタクちゃんもなんかその、顎だけのモノマネ。顎だけ。あれはすごいなと思いましたね、最初。ジャンルはすごいね。あれすごいっすね。めちゃくちゃ似てるし、顎だけ。似てるっていうのがもうすごいよね。すごいですね、本当に。あと、僕、ダンシング谷村とか割と、いや、もうそうですね。でも谷村、だけどなんかその、谷村新司さん似てる似てないはもうどうでもいいです。ダンシング谷村さんの感じとかが、あの、ピロミゴーさんとかの、はい、もうなんか何でもいいんだなっていうところの話。うん、やり続けてる感っていいですよね。いいよね。ブレてないっていうのが。そうそう。でいて、しかももう、ブレてないけど間違ってる感じね。間違ってるところにもう、進んで、ブレてないっていうか戻れないかな。もうなんか戻ることは無理なんだなっていう。ありますよね。あれはいいよな。いいですよね、本当に。逆に正統派の人って誰なんだろう。今の青木隆二さんとかはもう今本当の声帯の方、声モノマネではもう正統。俺全く興味ないね。あの、なんか感動の、なんか、そういう仕事があるのは分かってるね。その昔から、美空ひばりさんが行けないところにちゃんと行って、美空ひばりさんそのものをちゃんとやれるみたいなこととかが、だって、もう泣くんだよ、お客さんとか、それを見てっていうのは分かるけど、俺はそういう立場の年齢でもないし、もってば、そういうもう亡くなっちゃったけど、その人以外がやる声だけでも見たいみたいな人は一人もいないから、そこに何の思い入れもないから全然なんだけど、でもなんか、すごい芸なんだなと思う反面、俺はわかんない。いつもポッカーン、ご一緒とご一緒するときもあるんだけど、はい、俺はもうちょっとわかんないな。はい、あと、新しい人俺わかん、その、モノマネしてる人の元がわかんない人。はい、人オリジナルがわかんない。そうそう、バンドの人とかがわからない人もいるから、余計そうだけど、はい、俺の中でやっぱりモノマネに求めてるのは、松村くんとか、ね、コロッケさん。あのあたりだね。僕あの、一度見てみたいと思った箱根にあの、清水明さんの、はいはいはい、行ったんですけど、やっぱちっちゃい頃から見てるんで、生で見た時にやっぱ感動しましたね。清水明さんのあの、ショーを見させてもらった時に。あ、そう。小田田浩二君とかのが見たいな。
コージー君舞台でどんなんやってんのかなとか。そうですね。コージーさんも見たいですね。コージーさんも見たいですね。あの、コージーさんが、コロッケさんのモノマネした時に、僕すごいなと思ったんですよね。俺ね、あれがありなのかどうかがいつもわかんないんだよね。あ、あれは、やっていいのって思っちゃうんだよね。うん、いや、できるんだろうけど、はい、それやっていいのって思っちゃうんだよね。なんかね、コージーくんが、はい、タモリさんをやった時のあの衝撃と、はい、他の人たちがタモリさんをやる時のダメさみたいのが俺の中であって、はい、あれは面白いもんで、誰かがやってくれると誰でもできるようになるんだよね、モノマネって、うん、もちろん誰でもっていうか、要はコツをね、そうですよね、最初に掴んだ人、なるほど、そうやってそういう風にレシピがあるんですねっていうのを分かったらできるじゃん。だから、はい、コージーさんはすごいけど、コージーさん以外にそのタモリさんのモノマネをする人を全く認める気がない。うん、はい。なんか、それのコージーさんが、フルパッケージやるとき面白いんだ。フルパッケージで、コロッケさんがモノマネショーをやって終わるまでみたいなのと、コロッケさんの素みたいなのを全部やるやつは好きなんだけど、はい、あそこをテレビサイズで切り取られると、あんま面白くねえ芸になっちゃうなっていうのがあるんだよな。うわ、なんかすげえモノマネ一個、エバトモノマネなんかできないの？俺エバトのモノマネしかできないもん。あ、エバトみたいな。ただこのモノマネうるせえんだよ。そう、うるさいっす、ね。このモノマネやればやるほどミキサーの岡部さんに嫌われる。そうですね。ってことは、本物の僕は嫌われてるってことなんですよね。あ、岡部さんに、ええ、うん、嫌われてるよ、ね。嫌われてるっす。岡部さんも、ポッドキャストに、エバトが入るときに、なんか一つ心の準備みたいなものをしてから大体、そう、入るからね。まあそういうことでね。いろんなモノマネ芸人さん、もう普通に面白いね。うん、はい。どうしたらいいんだろうね。だ、変だし、こんにちは、ポンダポンスケです。みたいな、俺ができないじゃんじゃん。こいつが出てくれればいい。ポンダポンスケ。ポンダポンスケ。だから変だし、もともとモノマネの素養がある人は今のこれを聞いただけでできるじゃん。こんにちはできるじゃん。そしたらそいつが、モノマネはせずに、漫談を磨いて、ポンダポンスケでデビューしてくれて、バカ売れしてくれれば、これが一番手っ取り早く俺がモノマネ芸人。オリジナルだもん、だって。オリジナルだもん、ね、そっちを寄せてくれれば。そっちを寄せてくれればいいんだもんね。頼むわ、ポンダ。ポンダ！いないですよ。